こんにちは、みなりんです。今回は後ろに置いてあるモニターについて解説していきます。でね、僕が今使ってるモニターなんですけど、名前が LG の 34WL75CB っていう名前です。ディスプレイの大きさが34インチで、モニターがね、湾曲になっています。いわゆる曲面モニターですね。僕はノートパソコンとモニターを連携させて使っています。まずこのやり方について説明していきます。用意するものはマルチハブだけですね。まず最初にノートパソコンにマルチハブを差し込みます。そこにね、付属の HDMI を差し込んで、もう片方をモニターに差し込むだけです。それをね、すると勝手にこう表示されるようになります。結構ね、初めて見た方は簡単だなって思った人いるんじゃないでしょうか。というか、僕自身がモニター買ったのがこれがね、初めてなので、初心者の僕でも全然ね、簡単に取り付けることができます。はい、ここで今からね、注意点についてお話ししていきます。こちらのモニタースピーカーついてないので、こうモニター自体からはね、音は出ません。なのでヘッドホンを有線でつなげるとか、スピーカーをね、別で購入する必要があります。で、次にモニターについて詳しく説明していきましょう。このモニターの下にね、ボタンあるんですけど、ここを押すとこんな感じでね、4つ出てきます。ここの4つ出てくるんですけど、基本的にはね、設定とピクチャーモードしか使わないんです。僕が一番使ってるのがこのピクチャーモードっていう設定で、こんな感じでね、画面の色味を変えることができます。基本的にはシネマモードを使用していて、まあ、動画編集する時のカット作業ですね。動画の必要なところだけをカットしていく作業ってのがあるんですけど、それはね、別に色味関係ないので、ブルーライト低減モードっていうものにして、カット作業はね、それでやっています。一応一番上にね、ユーザー設定っていうのもあるんですけど、明るさとかコントラストを細かく設定することができます。そして次に紹介する機能が、ここの設定の入力のアスペクト比っていうものですね。こちらをクリックして、全画面オリジナルジャストスキャン、シネマ1、シネマ2ってあるんですけど、これも基本的には全画面を使用しています。まあ、このモニターで言えることは全部デフォルトで大丈夫ですね。アスペクト比のシネマ1ってさっきあったんですけど、実際ね、それで映画1本見てみました。それの感想なんですけど、ちょっとね、縦長になってる気がします。なので基本的に僕はね、映画見る時も全画面で見ています。このモニターで一番使ってる機能はピクチャーモードですね。映画を見る時とか、動画の色味を編集する時はシネマモード、カット作業する時はブルーライト低減モードで使用しています。一応これでモニターについての説明は以上になるんですけど、ここでね、僕がおすすめする使い方を紹介していきます。これはね、例で写真出してるんですけど、実際は調べ物をして、ここで情報を出して、こっちのモニターの方で編集をしています。このやり方がね、かなりやりやすくて、2画面でね、情報を出すことができるので、かなりね、この使い方はおすすめできます。この2つを利用すると、本当にね、編集の速度が速くなります。このやり方をするためにモニター買ったって言っても過言ではないですね。あと、モニターを買って良かった点もう一つあるんですけど、編集するときね、ここの長さがすごく長くなったので、ここね、一度表示させてしまえば、いちいちスライドする必要がないのでね、だいぶ楽になりました。ノートパソコンと比較してみると、ここを動かさなくていいことがね、本当に楽なんですよね。この画面をモニターで表示させた時ね、スライドさせる必要がなかったので、本当にね、驚きました。うん、こうやって見ると小さいですよね。このノートパソコン16インチでかなり大きいと思うんですけど、それでもやっぱり物足りなくなってしまうので、モニターをね、購入してみたところ、ここまで表示領域が広がったので、かなりね、編集しやすくなりました。あとは画像の編集ですね。細かいところまで見れるので、色味の変化とかね、結構気づきやすいです。はい、モニターについての説明は以上です。このモニターと別で必要になってくる商品が3つあります。1
1つ目がマルチハブで、そして2つ目が有線のイヤホンかヘッドホンで、3つ目がキーボードですね。僕のおすすめは Apple のキーボードですね。もともと MacBook 使ってる方はこのキーボードね、一択になってくるかと思います。MacBook とね、同じ配列の方が圧倒的にやりやすいので、このキーボードかなりおすすめします。映画鑑賞を楽しみたい人や動画編集を頑張りたい人はモニターは必要になってくるかと思います。はい、ここまで見てくれた皆さんありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。